消費文明から一転して節約時代へ。物不足が囁かれる今日、廃品ばかりを利用して作ったレストランが新宿に出現した。ケチケチムードに便乗したという支配人のアイディアが若者たちに受け、今では常連もできた。壊れたオートバイやテレビが無造作に並べられた店内。こたつやぐらやバケツで照明も OK。おかげで店内装飾にかかった費用は普通の4分の1で済んだとか。豪華船カストロ、材料はすべて廃品。神奈川県茅ヶ崎市に住む磯崎勲さんは、廃物利用で見事な作品を作り続けて7年になる。惜しげもなく物が捨てられる世の中。磯崎さんにとって利用できないものはないという。今、新聞の折り込みを利用したひな人形の作成に忙しい。3月のひな祭りには心のこもった美しいひな人形が飾られることだろう。